元 AKB48 の長尾マリアさんが売り上げ1億の超人気ホストと真剣交際しているって話、皆さん聞いたことありますかそう。週刊文春の主催で明らかになった話です。長尾さんは AKB48 卒業後グラビアで活躍し、テレビ番組へもレギュラーを務めています。一方、その彼女の新たな恋人である元ホストの A さんは売り上げ1億円を突破するほどの超人気ホストだったそうです。さて、ここで私の意見をお述べさせていただきますが、まず一つ、彼らの交際については、それぞれが相手を尊重し、愛しているなら、 全く問題ないいとと思います誰は誰と付き合うかそそれはその人ただ、ここで気になるのは、このニュースはどう受け取られるか、という点です。長尾さんは元アイドルで、a さんは元ホスト、それぞれが過去に築き上げたイメージと、今回の交際報道がどう結びつくのか、それは視聴者の反応を左右すると思います。そして、もう一つ、このニュースが出たことで、長尾さんや a さんがどう影響を受けるのか、それも気になります。特に長尾さんは現役のタレント、交際報道が彼女のキャリアにどう影響を及ぼすのか、それはこれからの彼女の の発音を見守ることでしかわからないでしょう。以上、私の意見でした。皆さんもこのニュースをどう受け止めるか、ぜひ考えてみてください。